いらっしゃいませ。ご来店ありがとうございます。てなわけで今日なんですけども、こちら東京にありますフォーシーズンズカフェさんにお邪魔しております。こちらパフェ、ケーキ、ワッフル、何でも食べ放題のお店でございます。私、チャンネルの主の上白と申します。本日よろしくお願いします。今日も京都で緊張しております。ホットコーヒー、そしてそびえ立つのは5月限定のメロンのパフェでございます。なんとこれ1個で単品2000円、やばないですか。ちなみに男性の食べ放題の料金が4600円なんで、これでもう半分ぐらい元取ってます。ドリンクも込みで。周りにそびえ立ってたメロンをシャプシャプ食べてるんですけど、うんめーのな。あのメロンにも当たり外れあって、僕の中で柔らかいメロン、甘みがあって柔らかいメロンが当たりだと思ってるんですけど、ドンピシャ万歳。単品2000円まあしちゃうよねっていう感じの素晴らしいメロンたちでございます。翼型のメロンを先に食べて、そっからパフェでございます。私ね、パフェがこの世で一番好きな食べ物でして、子供の頃からねパフェめっちゃ好きなんだよね。見て、この底にはコーンフレークじゃなくてゼリーみたいなやつが敷き詰められております。よくさ、コーンフレークとかでね、かさ増しみたいなのあると思うんですけど、ゼリーです。冷てー、え、アイスが冷てー。で、このゼリーなんですけど、なんかねシュワシュワ炭酸タイプみたいなしてて、このゼリー自体が美味しい、これだけ単品でも欲しいかなって思っちゃうぐらいですね。コンビニに置いてほしい。ホットコーヒーをちびりちびり飲みながら、うめうめ食べ進めていきます。で、アイスもめちゃめちゃ滑らかでね、もう言うことなし。先にメロン食べちゃったから、もう後半ただのアイスゼリーなんですけど、もうそれでも十分美味しい。てなわけで一杯おしまいでございます。ちなみにこれはデラックスのパフェなので、一人一杯だけなんだよね。てなわけで次行きたいと思います。お次来ましたのは、またまた限定商品のメロンのケーキでございます。これも一人一個までだったかな、確か。で、これ単品の値段ちょっと見れてなかったんですけど、まあこれで1000円ぐらいいっちゃうんじゃない。まあいかないか、800円ぐらいか。ここにもメロンがいるんだよね。僕さ、ほんと食べ物の中で一番メロンが好きなんで、最高でございますね。ほんとメロン食べに来たみたいなもんですから。で、このお店ね、なんかテレビで紹介されてたらしくて、常に満席でした。予約もギリ取れたぐらいなんで、ほんと人気店って感じで。で、スタッフさんもすごいね、いやらしいじゃなくて優しい方々で、温かいアットホームなお店で、とても居心地よかった。撮影してなかったら素晴らしかったなと思いますけど、まあ緊張が勝ちましたね、今回は。てなわけで、あっという間にケーキ万歳。スポンジふわふわ、クリームもふもふってことで、僕の好みの最強のケーキでした。はい、来ちゃいました。2つ目のパフェはパイン&キウイのパフェで、これだけでも800円とかだから、もうすでに元取っちゃってますよね。あ、どうもこんにちは。僕ね、キウイとパインナップルすんごい好きで、そもそもね、柑橘系フルーツがめちゃめちゃ好きなんで、これも最強やないかいってことで食べ進めていきます。そしてアイスはマンゴーのシャーベットになってましたね。僕マンゴーはあんま得意じゃないんだけど、シャーベット激うまね。多分ね、冷たいから。マンゴーって結構ねっとりするじゃないですか、フルーツの場合。でもこの冷たさがちょうどいいですね。適度な距離感って感じで、うまいうまい、食べ進めていきます。で、こちらにもふんだんにゼリーが敷き詰められてまして、で、ゼリーの中にパインとかまたキウイが乗っかってんの、それがいいんだよね。ゼリーのジュルジュル感とさ、このキウイとかパインってちょっとなんかチャリチャリするじゃないですか、食感的に言ったら。まあすると思うんですけど、それと相まってね、で、またこの酸味と相まって三段活用みたいな感じで、とても美味しい。パフェって最高だねってことで、あっという間に2本目が終了いたしました。ちなみにドリンクはその都度その都度おかわりしてますけど、ホットコーヒー飲んでます。安定ですね。てなわけで次おかわりいきたいと思います。さあ、次は何が来るんでしょうか。はい、ワッフル来ちゃいました。フルーツワッフルでございます。パフェとワッフルをメインで今回来たんで、ワッフルも外せないってことでいただきます。もちろんワッフル、ふんわりもっふり、ワッフルだけどもっふりってことで美味しいね。なんだけど、これ見てもらったらわかると思うんですけど、フルーツの量、フルーツワッフルって名前だからなんですけど、えぐない？どっちメインなのって、まあ、どっちも主役なんだけどね。ゴンとキルはどっちもまあ主役だよねって感じなんですけど、すんごいの、フルーツの量が。てなわけで、ワッフルより先にフルーツを一掃作戦でやっていきたいと思います。指つりました。
あのパフェのスプーンってさ、なんか長いじゃないですか。でそれをさ端っこつまんで食べてたら指つっちゃうんだよね、僕よく。あるあるですねこれは。でワッフルにもアイスついてて、おいここ最高かよって思っちゃいました。アイス食べ放題でもあるし、でパフェも食べれちゃうしってことでね。でもプードも食べれて、ね、焼きサンドイッチとか、あとビーフシチューとかグラタンとか、あとパスタとかなんですけども、私は甘いのばっかり食べてしまいますと。後で余裕あったらちょっと普通のメニューも食べたいと思います。ワッフル手投げごちそうさまです。次おかわり行くぜ。フルーツパフェを1つと、はい、アイスコーヒーお願いします。はい、はい、次来ちゃいました。フルーツパフェでございます。フルーツワッフルの次はフルーツパフェ。ここもメロンがございます。何にでもメロンついてる、うめえ。5月限定のメロンの商品はね、まあ1個ずつしか食べれなかったんですけど、こういうフルーツパフェにもメロン入ってるやんってことで、最高の裏技を見つけてしまいましたね。うん、普段さスーパーとかでリンゴとか、まあ安いフルーツは買うけど、メロンとかって買わないからね。まずでかいし、いらんいらんってことで。でこの謎のフルーツ何だったんだろう。ビワかな、なんかよくわかんないんですけど、まあまあ美味しいですこと。はい、でもとにかくモリモリなんでフルーツ、まずは先にこっちを片付けると。再び冷たいです。パフェってほんと食べるの楽しいよな。うん、めちゃめちゃ楽しい。ケーキだったらさ、まあスポンジクリームあとフルーツとかで終わっちゃうじゃないですか。パフェってさ、クリームアイスでフルーツゼリーとか、ケーキよりもさ一度に何倍も楽しめちゃうっていうのが魅力だと思うんだよね。しかも味の種類もめちゃめちゃ多くて、チョコレートパフェとか、あとなんだろう、和風パフェみたいのもあったんですけど、それも気になりましたね。ぜひまた2回目とか行きたいでございますね。お次がメープルカスタードワッフルバーガー。今回のボスやばないですかこれ。韓国のモッパンとかでよく見ましたよね、こういうワッフル折りたたんでクリーム敷き詰められてるみたいなやつ。ついに夢叶っちゃいました。ちなみにこれハーフサイズだったかな。うん、これキングサイズみたいな1個上のやつあるらしいんですけど、ちょっと今回は諦めちゃいました。でもこの大きさですからね。僕手大きい方なんですけど、それでも収まらんくらいの、うめうめ。これね、またワッフルの生地がねめちゃめちゃ食べやすくてちょうどいいんだよね。このふんわり食感と味付けがそこまで主張してこない、あくまでこのアイスとかで味付けましょうねっていう感じの生地感なんで、すんごい食べやすくて、この大きさもサクリサクリ、むしゃりむしゃりで食べ進められました。で食べ放題してる人と単品で食べる人で半々ぐらいでしたね。てなわけでボス食べ終わりました。これ達成感やべえ。そして最後にはお紅茶をいただきますと。これで今回終了でございます。最後までご視聴ありがとうございました。よかったら他の動画もぜひ見てください。チャンネル登録と評価もよろしくお願いします。てなわけでまたね。皆さんよかったらこういう食べ放題あるよとか言ってほしいとかあったらリクエストお待ちしてます。このお店最高だからお近くの方ぜひ行ってみてくれ。てなわけでまたねー。